画面の前の皆様、こんにちは。メラビット Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。お腹が痛いです。はい。みんな私弱ね。お腹痛いの。というわけで今日はですね、お腹が痛いんです。やっぱ。やっぱ。お腹が痛い、お腹が痛いの追わないで、お腹が痛いの追わないで。なんか足速くない？ナイス。だから行く場所がないな、もうこれ以上。正面の板入れるか。あ、終われなかった。やったね。というわけで今日3月の13日でございますけども、私ね、先ほど配信をやろうと思いましてね、めっちゃ追ってくるやん、あの人。配信をね、あの焚き火か、配信をやろうとしたんですよ、デッドバイデイライトの。まあその前までね、ちょっとポケモンの配信やってたんですけども、まあ、たまたまね、そのいつもあのパークルーレットのキラー編の撮影を土曜日にやっておりまして、それがたまたま2試合でね、さっさと終わったんで、まあ配信やろうかなってことでポケモンやって、デドバやってみたいな感じでやろうとしたんだけど、あ、デドバのね、配信始めた瞬間にね、もう急激な腹痛が襲ってきて、あ、こいつはやべえと、こいつはやべえということで、お手洗いに行きまして、で戻ってきて、さあ配信再開だと思ったんだけど、戻ってきてね、10秒ぐらいでね、またしても急激な腹痛が襲っていた。これはダメだというわけでね、配信終わったわけですね。でやっぱね、腹はね、痛いね。腹痛ね、1回なると止まらんのよな。やば、詰まりまくりング。そのタイミングで割るのか。あー、ここにいたない。さっきの試合はあったんだけどな。まあこれは死んじゃうね。まあただ残り2台なんで OK でしょう。ポン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 。まあここでキャンプしてても仕方ないので、クラウン的には。ガングか、珍しいね、クラウンガングは。ガングね、結構いい遅延になるからな。しかしこれは救っていただけるでしょう。共鳴する苦痛ガングイタチとかかな。追われてんのか。ここに板あったのね。ガングトーテムを探しつつ、
あ、そこだ。ナイスいたて。それ割れてる？ちょっとあの心音聞こえないからわからん。あ、こんなところにジルの治療してあげよう。私にできることは誰かの治療だけだ。よいしょ。今はね、ちなみにお腹大丈夫です。落ち着いてきました。これ割ってできれば救助に行きたい。アーカイブがあるから。来てる。揺れる肉が見えた。揺れる肉の塊が見えた。戻る。じゃあ壊してさっき回してたところ回しに行きますか。オッケー。これここに板はあるね。ここに共鳴する靴が入ったのか。もしくはイタチを蹴ってきたか。ん？向こう。ストライクは？なし。共鳴する靴は？入る。どこに入った？ナイス救助。なんかクラウン足速くないか。めっちゃあんなもんだっけ 4.6 って。ん？なんだこれ。あ、ペンティメントか。なるほど。ガングペンティ共鳴する苦痛ね。もう一回破壊してペンティメントめっちゃ遅くなりますからね。さあ次はじいちゃんが追われる。破壊して逆境でガンガン回していこう。発電機の方よりはね、めっちゃあのいい感じに回してくれたから偏ってはいないはず。エネルギーが次に追われるのがまずいんだよね。あー、まずいかそれ。地下だな。ということは向こうのもう一人も地下にするか。出てったね。しょ。ナイスケジョーで、ワンチャン立ち上がれるところまで行けたらでかいね。ありがとうメグ。あー、ストライクなしか。まあでも、まあでも地下という監獄からは脱出できた。
いや、メグの玩具がまだ割れてないんだよな。つけに行くか。ちょ、救助はジッチに任せよう。あ、共鳴入ってるね。あ、回そう回そう。弱音はね、ああいうところで大胆な行動ができるんですね。オッケー。じいちゃん回復悪い。いいぞ。それなりに働いたのでは。ね、ガングペンティだから能はないよね。ガングペンティ共鳴だから。これ逆境で開けて、でこんだけ釣り数入ってるんで開けていいはず。でこれは救助いきます。ちゃんとアーカイブのためにも一応万人ケアだけはしといて。あ、それガングか。行きましょう。直してからだな。このジルの治療をしてみんなで救助行こう。よいしょ。メグもいる。よいしょ。クラウンは完全にあれが救助狩り待機か。ライツ。あー、ダメか。惜しい惜しい。いやでもこのクラウン離れないから、まだじいちゃんが回復すればワンチャンある。いや出たいなこれ。行かせない。ありがとうじいちゃん。じいちゃんもナイスで歯だったね。というわけでね、弱音でも活躍できます。弱音はね、自分の点数も高い。2万5000いったは高いなと思ったらさ、みんなバカ高かったんだけど。いやー、すごいね。弱音がいる試合でみんな2万5000超え。すごいわ。ってなわけで、体調には気をつけましょうという、動画でございました。そうだったのか。まあね、季節の変わり目、体調崩しやすいですが、はい、トイレにはちゃんと行きましょう。はい、我慢してもよくない。我慢するのはよくないよ。うん。というわけで、弱音はなしだでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。